王国会津についてさまざま不穏な噂が流れ、内府様が極心をお持ちになるのは無理もなきこと。隣り合う京都伏見のほどでも噂は立つもの。ましてや東国は今日からほど遠い会津とあらば、主君景勝を若輩と見てあらぬ噂の立つこともございましょう。されどこちらは全く気にも留めておりません。内府様もそのような噂お気になさらず、ご安心ください。一つ、景勝が上洛いたさぬを不審と申されまするが、おととしの国外にて上洛いたし、昨年9月に国に戻ったばかり、また正月も上洛と、そうたびたびなれば領内の正門を取ることもままなりません。その上会津は雪国ゆえ、10月から3月はいかようにもなりません。会津に詳しきもらい、冬の様をお尋ねくださればお分かりいただけましょう。それでもなお景勝に逆心ありと申されませんか。一つ、景勝に謀反の企てなきこと静止をもって示せと申されませんか。昨年よりスーツを染めましたる起承門は意味なきものとして保護になされるおつもりでござりませんか。ああ、ちょっと待てちょっと待て、今さら戦士を持ってこいと、どういうつもりだ。秀吉様ではなく家康殿に誓いを立てようということじゃ。あのタヌキが偉そうに。まあ待て、続きを。は、一つ、太后秀吉様は景勝も一義者と称されます。世の中がいかように変わろうと、それは今も変わりございません。一つ、景勝にやましき心など毛頭ありません。あらぬ噂を流している館のざれ言を確かめることなく鵜呑みにされ、景勝謀反とのお召し召しであれば、内府様にこそ裏表がございましょう。一つ、加賀前田利長殿へのご命令の件、内府様ともなればさすがご意向あざからず、おもすべしの遠いのことの運びとは結構なことにございます。我ながら長い仕事じゃな。何も兄じゃ、続きはわしが頼む。はっ。一つ、増田長森殿、大谷教部との両名のお目通り心得ましてございます。お伝えしたきことあれば、お二人に申し上げることといたします。榊原殿、安政殿は表向きは景勝の取り次ぎなれと、何故景勝謀反の疑いを持たれておるかと申せば、越後の堀秀治殿からの虚偽の密告をのみにし踊らされているからに他なりません。正しき見聞をもってこそ武士の筋目である。榊原殿より真の情報を内府様に取り次ぎいただければ国心を招くことはなかったに相違ござりません。一つ、我らが武具を集めしこと国心のようにございますが、上方の武士が昨今焼き物や氷炭など人たらしな道具を集めるがごとく、田舎武士は鉄砲や弓の武具を集めるものにございます。それぞれの国の習わしゆえ心配は無用にございます。景勝に不釣り合いなものや過分なものを集めてはおりません。天下を治める内府様が気になさるようなことではございますまい。兄者殿、こりゃ傑作ですな。皮肉たっぷりですな。おお、国様、おお、こりゃ傑作じゃ。続きを、続きを頼む。おお、殿、これでは戦になりましょう。よろしいのですか。なれば、わしも燃えてまいったわ。一つ、領内に道を開き足をかけることも疑わしいと申されるが、国の整備を行うは領主なれば当然の役目。丘陵地の越後においても道や橋を作っておりましたが、仕事仲間で会津へと国替えとなり、その後を気にかけております。
そのことは越後の堀直政殿がしかと存じておられるはずなれば、道がつながるのを恐れいろいろと申され、武士道をわきまえぬ無分別者と申すほかございません。かような準備をせずとも、越後は上杉の丘陵地であれば全て知り尽くしておりますゆえ、もしも堀秀治殿を踏み潰そうと思えば造作もなきことにございます。景勝が会津に入ってからは、高助、下助、岩木、相馬、政宗領、小上領、由利、仙北にも位置をつないでおりますが、どれの国の者も騒ぎ立ててはおりません。もし戦の準備であれば、各方位に道など開かず国境を封鎖するところ、それでも不審とあれば死者を送られたし、納得いくまで全てご覧に入れましょう。一つ、今年3月は謙信公の追善法要なれば、景勝はこれを済ませ夏に上洛いたす所存にございました。京へ上洛の間、国の執務に何事なきように調整を整えている矢先、真下殿、大谷殿からの使者が参られ、景勝逆進の疑いあり、違うと申すなら上洛いたして自ら弁明し疑念を晴らすべしと申される。逆進がなければ上洛いたせとは忍び子のただも同然、是非もありますまい。昨日まで謀反を企てていた者も、今日になって世情が変わればそしらぬ顔で上洛いたすようなご時世とはいかがなものかと。そのようなことは景勝の意にそぐわぬことです。景勝家中の藤田能登守が7月半ば出奔し上洛いたしたことは存じております。その者のざれ言を聞き入れおとがめなしとあれば、景勝が不義か大夫様の表裏かは世間が判断するところとなりましょう。まったく藤田のあのアホが。いやしかし兄者、長い所長ですな。そうですな。わしはなんだか頭がクラクラしてまいりました。前田殿、お、続きは頼んだぞ。